際不調なんで。ね、落差もあって。そうですね。で5月の岸和田から。そうですね。まあレース2戦目なんで、まあ、今回3戦目なんで。はいはいはい。勘が戻ればもう少し走れるかなっていう気はしますけど。はい。また青森あって地元の松山が。そうですね。はい。そこに向けてちょっと頑張りたいんで、はい、そこをちょっとあの連に絡めてできたらいいかなと思ってますけど、はい、明日もうコメント出されました？いや、まあ、ですけど、まあ、多分久米橋さん多分なんかするとは思うので、はい、その後ろになると思います。あとで記者さんが多分コメントを聞きに来られると思うんですけど、ね、なんかお伝えして、まだ考え中ですよね。いや、まあ、僕は加藤さんにも僕はお伝えしたいんで。ああ、わかりました、はい、じゃあそのように記者さんに伝えておきますね。はい、お願いします。さんにお任せです。一人で車で来られたんですか？そうですね、昨日全泊で。あ、記者さんは全泊で。記者さんでは何か召し上がってますか？焼肉と松阪牛の方です。そうですそうです。松阪の焼肉屋さん行って、はい、その後海鮮かなんかの居酒屋さん行って、はい、で最後まだ続く鉄板焼きのお店になんか3軒目3軒って元気ですね。そうですいつもそんな感じですか？そうです、あのクロワさんが結構お酒飲まれるんで、はい、3軒くらい行かないと。本当の話ですか？まあ、本気の足りがなかったというお酒だけは昨日もたっぷり召し上がる。お酒だけは